皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。梅雨に入ってですね、まあ1週間くらい経ったんですけれど、まあ今週末はまたちょっとまとまった雨が降るみたいなんですけれども、まあこうジメジメっとしてどうしても不快な季節になってしまいますけれども、まあ、これからさらに夏に向かってですね、まあ、こう、不快な昆虫が寄ってくる季節ですけどね、まあ、蚊ですね、要するに。まあ、今日も、ちょっとジャンク品をいじってたらですね、ちょっと血に飢えたメスの蚊がこう寄ってきてですね、不快な方、歯音にこう、って反応したんですけど、まあ、どうやら、いつの間にか、この左の耳の後ろをちょっと刺されちゃったみたいで、まあ、今年初吸血を食らったわけですけれども、まあ、そんな時にですね、ちょっと使えばいいかなというものを最近クレーンゲームで撮ったんで、はい、こちらになります。はい。光で誘う、吸引虫取りポットというものなんですけれども、まあ、要は、光、まあ、これ青い光みたいですけどね、青い光で虫をこう引きつけて、で、これはただ吸い込むだけなのかな。はい。まあ、青い光で誘う系と言いますとですね、電撃殺虫器というものがありまして、まあ、見た方いると思いますけど、こう建物の軒先なんかにこうぶら下がっている鳥籠みたいな機械でこう中にこう青い光を出すものがあって、そこにこう虫が飛び込むとチッっていう、こう音がするやつですけど、ただこれはいわゆる殺虫能力はないみたいですね。ただ単に吸い込むだけの能力なんですけど、一応捕まえた虫は逃がさないと。ということなんですけどね。まあ、薬剤を使わないので安心安全と。で、煙も匂いも出ないので、まあ、どこでも場所を選ばず使えると。まあ、寝室、キッチン、子供部屋と。ですね。で、まあ、ファンが回りますけど、音が静かだから睡眠を妨げないというものみたいですけど、まあ、とりあえず、開封してみましょうか。どうかですと。物は、こういったものになりますね。ホワイトでアクセントがピンク色なんですけれども、出る光は青色ということで、電源はこちら、USB 端子なので、まあ、パソコンとかのそばに置いて、パソコンの USB 端子も挿しておけば、まあ、簡単にまあ使えるという感じでしょうかね。まあ、デザインはなんというか、ポットというまあ名称がついてますけど、まあ、なんちゅうか、キノコというかね、まあ、マタンゴみたいな形してますけれども、じゃあ、とりあえずこれ、USB 端子につないでみましょうか。まあ、USB ケーブルは、どうでしょう。7、80センチくらいですかね。なので、あんま長くないんで、まあ、パソコンとかに挿して使うか、まあ、USB の充電用のアダプターなんかにつないで、まあ、ベッドのそばに置くとかいう感じでもいいんじゃないかと思うんですけど、じゃあ、とりあえずこれ、挿してみましょうか。とりあえず自分のパソコンの USB に挿します。おかしいな、スイッチが入らないぞ。あ、スイッチここにありましたね。まさかでしょう。なんというか、パソコンの USB に挿したときは全く反応しないんですけど、この、モバイルバッテリーにつないでみたら、一瞬だけ、まあ、ここに上のところのここに LED があるんですけど、それが一瞬青くパッて光って、ファンが回らないまま終わっちゃうみたいな状態なんですけど、どういうこと？まさかこれは、いわゆる初期不良品ってやつですかね。じゃあですね、開封動画のつもりだったんですけど、まあ、これ、こいつの修理をやってみようか、ということですね。はい。じゃあ、定石通り、まずは、分解してみましょう。
な感じなんですけど、まあ虹をなくさないようにこのまま虫を入れる缶がありますから、これに虹を入れときはなくさないと。一つ虹を外します。とりあえずこれで、下のところは取れました。はい、ここにファンがついてますけど、まあ多分ファンは大丈夫なんでしょうけど、要するにその電源を、管理してる基板なのか、そういったものが多分この、このキノコの頭のところに入ってるんでしょうから、まずそこまでちょっと分解しましょう。入れて、はい、外れましたね。はい。はい、まあ、基板と言って言ういいほどのものじゃないんですけど、はい。これが、まあ、LED の、まあ、基板ですね。で、一応ここに、来てんのがこのスイッチ、このスイッチがあるんですけど、それのスイッチを管理してるんでしょうけども、はてはて、まあ一瞬ですけど LED はついてるんで LED の判断は問題ないんでしょうけど、一応この電源のケーブルの判断と、こっちのスイッチのところの判断、これ一回外して、もう一回判断やってみましょうかね。あとはこの基板の方についてるコネクタが2つあるんですけど、これの接触不良の可能性もあるので、これもちょっといじってみましょう。はい、というわけでいろいろハンダ付けとかやってみたんですけど、どうにも動かないんですね。で、まああっちこっち一応テスターを使って導通をチェックしたんですけど、まあこのスイッチですね、この黒いスイッチから基板には導通がしてるけども、これですね、こっち側の下にあるファンに通電してない感じなんですよね。なのでやっぱりこのコネクタ、この基板につなぐときに使ってるこのコネクタがやっぱどっかおかしいんじゃないかっていうことで、じゃあもうこれコネクタ切っちゃってもう直で、ハンダ付け、してみたいと思います。はい、というわけでここに4つハンダしたところがあるんですけど、コネクタを外して、直にハンダ付けしてみました。これで動かなかったら、うん、どうしようかなーっていうところですけど、まあこれでちょっとテストしてみましょう。ではスイッチ入れます。うん、ダメですね。はい。これは一体どういうこっちゃという感じですけども。お手上げですね。これはもうダメでしょう。これだけやっても、こんな単純な基板なのに、これだけやっても動かないということは、まあ、これは不動品ってことですかね。はい、というわけで、こちらの白の虫捕りポットなんですけど、散々
いじくり回してみましたが、結局動かなかったんで、まあこれは不動品だというふうに判断したいと思います。まあせっかくなんでね、動いてるところをちょっとお見せしたいので、ちょっとチートを使いたいと思います。はい、こちら、よくご覧ください。はい、3、2、1、トーンということで、はい、こちら、黒を取ってきました。はい。まあ、なんつうか、これは、多分、白いボディに黒く塗ってますね。この、内側見せちゃうと、もう中わかりますかね。ちょっとこれ、塗料が剥げてるところがあるんですよね、これね。なんでこれは、明らかに塗ってますね。はい。あんまり、質感はよろしくない感じですけど、USB をパソコンにつなぎます。よいしょと。はい。それでスイッチを入れます。バチッと。わかりますかね？ファンが回ってる音がしてますけど、はい。一応これね、LED 光ってるの見えますかね？これね。はい。ちょっと暗くすると分かりますかね。はい。これ、光ってますよね。これね。スイッチ切ると、消えると。スイッチ入れると、つくと。はい。で、ファンが、一応回ってます。確かにまあ、思ってたよりは静かかなと思いますね。ただ、まあ、光で誘うっていう割にはそんなに明るくないぞと、まあ、これが暗闇になればね、これが明るくはなると思いますけど、じゃあ部屋の電気ちょっと完全に消してやってみましょうか。はい。じゃあ照明を消してと、はい、一旦スイッチ切りますね。で、部屋の明かりも消しますよ。パソコンのモニターがついてるので、はい、それも完全に消すと、はい、真っ暗闇になったかもしれないんですけど、これでスイッチを入れてみましょう。どうだ、スイッチあった、これだ、ポチッと。はい、こんな感じでですね、まあ、暗闇ならこんくらい、明るく見える感じですね。はい。まあ、別に階段をやろうってわけじゃないですけど、まあ、こんくらいの音だったらね、全然睡眠妨げるもんではないでしょうけど、じゃあですね、とりあえずこれをセットして、一晩置いておいてみたいと思います。そして、虫がどんくらい、取れるのか、ちょっとテストをしてみたいと思います。はい、というわけで翌朝になりました。一応一晩つけといたんですけど、果たして虫は入ってってるでしょうか。この後ろのところに引き出しがあって、そこに溜まるようになってるんですが、はい、残念、虫は入ってません。はい、ホコリが溜まってるだけですね、これはね。はい、まあ多分この虫取りポットの機能としては、虫をこの光で寄せ集めて、で、こう、ファンに巻き込んで、虫を殺めようというもので、まあ、殺虫ではないけど、まあ、なんとなく虫が痛めつけられるという感じのもんだと思うんですけど、まあ、まだちょっと時期的に、その蚊がいっぱいいるような時期じゃない。もうちょっとあと7月以降かなと。いう感じがしますけど、もうちょっと経てば、まあ役に立つ
感じなのかなという気はしますね。はい。で、まあ、電撃の殺虫器よりは当然、能力は落ちますけど、まあ、家の中で使う分には安全でいいのかなと思いますね。もうちょっと日にしたってから使ってみて、それでまたちょっと報告したいなと思います。はい。というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。